戦が繰り広げられる。しかし今年は滑りやすい路面状況からリタイアする選手が続出。スーパーストックカークラスのコースレコードを持つ25号車ボビー・レジェスター。パイクスピークに参戦して20年以上のキャリアを持つドライバーだが、ゴール直前で大クラッシュ。マシンは大破したが、レジェスターは無事だった。